はい。それでは LT をします。よろしくお願いします。えー、LT のアジェンダです。まずは,自己,は自己紹介からしていきたいと思います。えー、荒瀬大介と申します。ペチパー歴5年ぐらいで、現在はサイボーズで働いています。サイボーズでの仕事は、主にかき氷部の部長をやってまして、メンバーとかき氷を食べに行くっていう活動をやってます。でサイボーズの部活制度って半額の補助が出てで、外部の方も参加できるので、もしかき氷興味ある方はぜひお声掛けください。あもちろん Web エンジニアとしての仕事もやってます。はい。 じゃあ突然ですが皆さん OSS 使ってますかイエーイありがとうございます。あったかい。<laughs> PHP も OSS なので、まあ、皆さん多分使ってますよねっていう感じです。じゃあ OSS のアップデートをしてますか イエーイ <laughs> はいいありがとうございます、まあ、難しいですよね。OSS のアップデートってなかなか、えっと、ハードルが高いなって思います。な理由としてはアップデートするきっかけが、えー、なかったりとかビジネスサイドの理解が得られにくいだったりとか EOL を迎えたライブラリの大体ライブラリを探すとか置き換える時間がなかったりっていうのがあるかなと思います。で弊社で今日はですね OSS の脆弱性の観点で、えー、とライブラリをアップデートしている弊社の更新フローを紹介します。でそういうい脆弱性のきっかけで OSS 更新になるんだっていう 皆さんのきっかけにもなれば幸いです簡単に OSS の更新フローを紹介する前に製品について紹介します。私が開発に関わっている Garoon は PHP4 の時代から動いているグループウェアでして、現在は PHP8.1 で動いているんですけれども、使用されている OSS も PHP をはじめ、コンポ p o s NPM、MySQL などはたくさんあって、で20年もの,の製品なので、ライブラリー管理もめっちゃ大変って感じです。 そこで、えー、っと、弊社では OSS の管理更新を業務の一つとするチームを立ち上げまして、継続的に安全なガルーンを提供するを目標に日々課題解決に尽力しています。私もここに所属しています。え詳しくは雪道チームで検索すると多分記事出てくるので、検索してください。 で OS、じゃあここからえっと本題なんですけれども、OSS の脆弱性をまずどう検知するかなんですけれども、えっと、弊社では主に2通りの方法で検知をしています。1つがヤモリというサービスを使った検知です。ヤモリはアシュワードさんが提供,されて提供している脆弱性管理のサービスになりまして、えっと、ブランチとかバージョンごとに OSS を検知してくれる、めちゃめちゃありがたいやつなんですけど、ガルーもオンプレ版とクラウド版というのがあって、それぞれ使っているライブラリだったりバージョンだったりが異なるのですごい助かっています。でもう1つのの検知方法として社内ピーサートからの連絡による 検知がありますサイボーズの製品はのセキュリティ上の問題を検知したりとか、脆弱性情報を公開してくれているチームです。こちらも詳しくはサイサートで検索すると、多分ブログ記事出てくるので、よろしければ検索してみてください。じゃあ検知はできました。脆弱性がじゃあ出てしまいました。じゃあどうするかについてのフローをこれから紹介します。まずは情報収集からです。えー、あ脆弱性が出た OSS は何か、それがクラウド版とオンプレ版どっちに影響がある OSS なのか、でその脆弱性の CVSS のスコアは出ているかを調べ まず、脆弱性が出た OSS は何かなんですけれども、Garoon には先ほど言った通り、クラウド版とオンプレ版がありまして、使用しているライブラリーだったり、ライブラリーのバージョンも一部異なっております。で、OSS の脆弱性の対応基準もオンプレ版とクラウド版で異なっているんですけれども、ちょっとどういうふうに違うかは、これはちょっと内緒の話です。 で弊社ではキントーンを使っているんですけれども、GaroonOSS リストアプリというアプリを作って、オンプレートクラウド版でどんな OSS のどのバージョンを使っているかというのをいい感じに管理できるようにしています。はい、でこの次、CVSS スコアについての話なんですけど、ちょっと刺激的な画像が映るので、心臓の弱い方はちょっと気をつけてください。 はい。こちら、あの、巷股を騒がせたログ 4j の脆弱性の詳細ページとなっております。下の方にスコア出てるんですけど、圧巻の MAX10 となっております。これが CVSS のスコアです。一部の方にちょっとトラウマを掘り起こす可能性があるので、ちょっとさ次に行きたいと思います。じゃあ、対応フローの続きですね。えっ、ー、と、じゃあ、脆弱性が出て、 オンプレ版とクラウド版どっちに影響があるかを調べたら、えー、CBS スコアを調べましたその後はガルーンに影響があるかを調べますこれもちょっと条件があるんですけど内緒ですでスコアが高くガルーンに影響があるってなった場合はさらに緊急対応する必要があるかっていうのを判断してその後はもうリリースその OSS をアップデートしてリリースするみたいな話になってきますでその後ですねビッグシールドガードナーに対応履歴を記憶するというフローがありますでビッグシールドガードナーというのは攻撃力100守備力2600、えー、のモンスターカードでしてオシリスの天空竜から遊戯を守護したカードということで遊戯、えー 有名で,す、ねはい、で今日の LD、これが言いたかっただけなんですけれども <laughs> で、そのビッグシールドガードナーにあやかりまして、ガルーンでもビッグシールドガードナーという愛称のアプリがありまして、それが脆弱性対応履歴アプリというものになります。これもキントーンで作成されておりまして、CVSS のスコアだったり、対応方針を記録しておくアプリになっております。でこの脆弱性って、もう調べたやつだけみたいなやつから、えー、ガルーン開発者を守護してくれる、えー、アプリですね。はい じゃあ EOL 迎えたライブラリとかもあるよね。それどうすんのみたいな話なんですけど、ここからそれが多分時間ないんで、気になる方はよろしければ懇親会でお公約ください。はい、本日の LT のまとめです。こんな感じになっております。あのー、はい、リクシュートガードナーがあるよっていうことだけ覚えてもらえればいいかなと思います。以上です。ありがとうございました。バーン